おお。ドチャンドチャンの。バレたー。なんでしょ、あの美味しそうな木に。お、出た。おっしゃー、出ましたね、提灯。はい、頑張っちゃう。はい、このサイズかけれたらどのサイズでも食うでしょう。このね、ガバチョのこのボディデザインっていうのは非常にこのカバーに強いようにデザインしてます。このボディラインのアウト側ね、ボディのアウトサイドラインの内側にフックポイントがしっかり収まってる。だからこういうところをこうね、カバーが絡みつこうとした時にフックポイントが立たない。だからスル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 っとこういうカバーの中でも引いてこれる。で、じゃあカバーを引ける能力を高めれば、今度ねフッキング能力っていうのが反比例して下がるんです。でそれを、カバーにも強くてフッキングもバッチリいけてっていう両立のためにオリジナルのフックを搭載してます。まあさらにね、ボディのデザインの中で一番の特徴は何といってもこのカップなんですけど、首振りでポップオン、スプラッシュ、まあそれぞれのアピールを生む、まあ、その能力はもちろんながら、動かした時にカップに水を受けてキュッキュッキュッて、本当に細かいテーブルターン、これがブレーキの代わりになって、短い距離の中でも何回も誘う、まあ、そんなような能力が、同時に備わってます。でそのブレーキ力をさらに高めるためにこのスカートですね、スカートも3本、短いのが2本と真ん中が長い、これによってしっかり前でも後ろでもブレーキをかけながら、ねちっこく誘いながらしっかりアピールすると。なので、まあ、カバーに強いでアピール力を持たせてある、まあ、そういったさまざまなことを、知った上で使っていただくと、あ、こういうところで使えばさらにっていうのが見えてくると思います。波紋が消えるまで待って、そこから首を振る。本当にね、ティップ、もうロッドのこのティップの先っちょの部分でちょんちょん軽く、本当に軽く叩くイメージ、ポンポン、ラインをね、ラインスラックを軽く叩くイメージ、ポンポンポン、だからティップで動かしてますよっていうイメージ。かけてきたんか。お、よっしゃ、来た来た、ガバチョ、ガバチョに来たぞ。
立ち寄りました。あの奥からでドバーってなんかね背びれ出してくる魚がいて、なんか逃げてきたんかな、いやでも違うなと思って、でそのままガバチョスピード上げました。チュ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 って吸い込んだ。へえ、これはねスポーンから結構回復、あの回復レベルの高い魚。リードの上にガバチョ乗せてボコってやったら下からボコってきた。すごいめっちゃええコンディションですやん。ボコってきた。いや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 、一投目ですよこれ。幸先良すぎるこれ。完全に岸向いて餌食いたいやつでしょうね。リードを利用して餌食おうとしてたやつ、こっちはリードを利用してバスを食わせた。俺の勝ち。はい、移動の最中に雨が降ってきて、ここはバックウォーターなんですけど、そうですね、まあ、ガバチョとここはちょっとテンション上がりながらダンクルを投げたいなとね。雨が降ってテンション上がってダンクルにドカーンっていうのを期待して、まずはダンクルから。来いよどでかいやつ。わめっちゃ美味しい感じになってる。めっちゃゆっくり近づいてきて、針だけ食った、針だけを食った今。この流れの反転流にいましたね。うわまたチェイスしてきた。このね流れの淀みにおるわ。おーし、これで食わせよう。 6.8 ね、まあ、相当流れもあるし、通常 4.8 とか 5.8 とかよりもボリュームを上げて、まあ見つけにくい状況でも 6.8 はしっかりアピールするし、多分その辺の岩の陰に隠れてるな。スーって逃げ込んでいったん。来た。おっしゃ。うわ、ちっちゃい方が食った。フリック。フリック 6.8。オッケー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 。これちっちゃい方。これちっちゃい方。でもでかい。おいしょ。長いな。一撃でしたね。フリック 6.8。これ長いわ。長いバス。細いけど。フリック 6.8。ねえ。こうやっぱ流れの中でドリフトさせたりするのに、普通のあのちっちゃいサイズだったら見つけられ。なんかでかいやつ。このウッドチップの下をスペードジグにウェーバーシュリンプ4インチこれで打っていきます。意外とね
こういうアプローチをしてこなかったから今回。よっしゃ来た。カバンの中におったわ。ジグに変えたら出た。あのウッドチップの中にいましたわ。ちょうどね流れがぶつかるとこ。まあまあ長いですねこれ。アフター来た。おったおったよいしょ出てきた。スペードにウェーバーであのもしもしょっとした足のところに打ち込んで、もう糸がブンってなりましたわ。苦戦しましたね。ねえ、雨が多い時期の、リザーバーっていうことで、正直言うともうちょっと水温上がってほしかったな。まあ今6月中旬なんですけど、ここから徐々に、水温上がっていくと、今日ね微妙に踏みとどまってた魚たちがこうしっかり水面を割ってくれたりだとか、やっぱりね水温が上がって、しかもそのスポーニングの疲れを完全に回復した状態であれば、もっともっとアグレッシブな釣りができたんやろうなと。まあその中でも今回は例えばガバチョで丁寧に首を振らして水面を割らせるとか、ジグでもこうねいろいろローテーションしながら口を使わせるとか、スインベイトで追っかけてきた魚をフォローで食わせるとか、まあ、そういった展開でなんとかしのげたんじゃないかなというふうに思います。はい、とりあえず今回は2日間これにて終了します。まあ、もうちょっと暖かくなったらまた挑みに行きたいですね。そんなわけでありがとうございました。